腕時計の名品ブライトリングのナビタイマー B01 クロノグラフ43、外装磨きの続きから見ていきましょう。担当するのは職人歴15年の小川さん。このブレスの本体をですね、磨いていきたいと思います。まずこのバックルのね、ウィングマークの周りをの傷を取っていきたいんですけども、ここを取る際はですね、こういう大きなものはちょっと使えないので、こちらのハンドルーターというものを使って取っていきたいと思います。大きなバフでは届かない細かい箇所を磨くのに使うのがこのハンドルーター。このウイングマークになるべく当てないように避けて避けて、いろんな方向から当てて消していきます。磨き上がりがこういう形なんですけれども、ウイングマークが削れることもなく周りの傷が取れるような、今度はこちらを使ってこの上の面を磨いていきたいと思います。ブレスレットを固定するために使用するのは塩ビパイプ。これ排水管とかでよく見るやつだ。巻かれているのは耐熱テープ。摩擦によってブレスレットが熱を帯びた際もパイプが溶けないようにするためだそうです。こう縦に当ててあげて、でなるべく削らずに傷を取っていきたいと。では続けてケースに行きたいと思います、はい、ナビタイマーのこの部分ですね、この部分を磨くのはこちらの少し硬いエッジのフェルトを使って作業していきたいと思います。磨く場所によって硬さを変えていくフェルトバフ。使用するのはハードと書かれた固めのもの。磨くのはラグと言われる部分。ブレスレットを固定し、デザインのポイントにもなる箇所です。ラグの角をきれいに出していくという難しい工程。ポリッシャーにとってこのナビタイマーのケースができれば、まあ、ジミマイのポリッシャーという証。磨く面がいろいろありまして、比較的平らなところ、あとこういうちょっと急なところはですね、カーブに合わせて加工していきます。いろんな道具といろんなそれを使うための技ですねが必要になってきますので、ここの出来不出来でナビタイマーの出来が変わってくると私は思っているので、ナビタイマーでやっぱり私は一番緊張するところで、今とても慎重に作業を進めております。続いてプッシュボタンとリューズの間を磨いていきます。こちらにも小さな傷が。細かい部分なので少しずつ少しずつ慎重に磨いていきます。でこの間は磨き上がりました。光がね、流れてるのが分かると思います。綺麗に流れてればムラなく綺麗に磨けてる証拠ですね。はい、これで傷が取れた状態に戻りました。でケースが終わりましたので裏蓋をやっていきたいと思います。裏蓋も結構傷がついてしまっていると思うんですけれども、ここに文字があるので
この文字を残すためにはやっぱり、ね、ある程度の傷は残しないといけない場合があります。だからそこら辺をしっかり吟味して磨いていかないといけないというところです。優しくに見えますが、そんなことないですか？はい、いや、とても撫でる感じで、はい。できました。可能な限り取れたのではないかと思います。次に磨いていくのはガラスを囲んでいるベゼル。スイス本社から取り寄せたブライトリング専用の道具を使うのだそうです。これを磨くためにはですね、こちらのジグというものにつけて回します。でこれを装着して、でこちらにですね、こう装着をして、でこれをこう当てていくというと、この面が磨かれていくという、計算尺を回す上で引っ掛かりがないととても回しづらくなっちゃって大事な部分なので、このギザギザはですね、なるべく削らずに光沢を出して。ベゼルは光沢と艶消し箇所が交互にあるデザイン。外側だけを磨くため、こうした特殊な道具を使います。これでベゼルが仕上がりました。続いては本体とブレスレットをつなぐエンドピースを磨いていきます。すごく小さいけど、どうやるんだろう。ちょっと形独特なんですけど、こういうもの後ろからこうはめまして、そうすると動かないので、これは大阪にいる仲間が考案しまして、はい、これってもともと黒いクリップを削って使ったものなんですけど、逆側に折って反転させて、この引っかかりを内側にして作ったよっていうんで真似して。サイズもぴったりだし、よく気づいたな。会社って結構専用の道具が用意されてて、それをそのまま使えばいいんだなんて思ったんですけど、思いのほかこういう職人さんの世界ってみんな独自で工夫を凝らして道具作って、よりいいものを自分の作りやすい、だからこういうセッティングも個人でみんなレイアウトが違うので、自分がいいようにで自分がよりいい道具を作ってやっていく世界なんだなって思いました。いやー、身近なものを使って皆さん工夫してるんですね。面白い。ビフォーアフターで分かりやすいと思うんですけど、まあ光沢が違う感じに。磨き終わったものがこちら。いやー、ピカピカになりましたね。しかしこれで終わりではありません。ここからさらに綺麗に仕上げる工程があるそうです。先ほど磨いたケースブレスレットをですね、この超音波洗浄機で洗浄していきたいと思います。十分綺麗で汚れなんてないように見えるけど、え、こんなに汚れてたんだ。光沢を出すための薬品が入った洗浄液の中でブラシを使いながら
丁寧に汚れを落としていきます。私この洗い上がって超音波洗浄から開けた瞬間を並べた瞬間が一番好きで、今日もいい仕事したなって思える瞬間です。はい、この瞬間はやっぱり一番輝いてる時だと思うので、自分以外に誰も触ってない瞬間なので、やはりこの瞬間が一番綺麗だなって思います。いやー、おっしゃる通り、小川さんだけが感じられる素敵な瞬間ですね。本当お疲れ様でした。洗浄前にあった汚れもバフコも落ちてここまで綺麗に。いやー気持ちいいね。綺麗に磨かれた外装とメンテナンスが終わった内装を組み上げていきます。使用傷が全て消えて新品の時計のような綺麗になりましたね。はい、お客様が喜ばれるんじゃないでしょうか。はい、まずプッシュボタンでね、ガスケットをセットしていきます。メンテナンス前は重さがあったプッシュボタン、指の動きからも随分と軽くなったように見えます。作業前は戻りが悪い状態だったんですけど、綺麗に戻ってくれます。パッキンと、そして汚れが除去された、はい、おかげだと思います。次はベゼルですね。でガラスを入れ込みます。汚れが原因で動かなかった航空用回転計算弱もスムーズに回転するようになりましたね。マシンセットしていきます。腕の動きで回転して自動でゼンマイを巻き上げてくれる回転錐を取り付け、専用の工具を使って裏蓋を閉めていきます。一定のトルクがかかると空回りをするような構造になっています。これでケースの組み上げは完了。いよいよ最後の工程、ブレスレットを取り付けていきます。ブレスも綺麗につきました。これで完成です。これまで一度もメンテナンスに出されていなかったナビタイマーの再生、汚れて回らなくなっていた航空用回転計算弱は元通りに、動きが鈍かったプッシュボタンも見事に再生されました。
さらに滅多に見ることができない外装の磨きによって新品のような輝きを取り戻しました。美しさと機能を兼ね備えた時計を作り続けるブライトリングのプライド、存分に見せていただきました。長年のご使用によって、外装特にベゼルが固着してしまったり、プッシュボタン、リューズの動きがスムーズでないっていう症状が見られたんですけども、そういうところも汚れを完璧に落として、ポリッシングをして、でガスケットを交換して新しいオイルを注入し直すことによって、スムーズな操作感、ポリッシャーの仕事もすごく完璧にしてくれましたし、本当に新品と同様のですね、操作感に戻ったんじゃないかなと思います。